こに？どこかへと行っちゃう場所。思ったんだけど、それって時間に似てる。似てるけど、全然違うところは思い出が残るかどうかってところかな。何？私の好きな歌、最近聞いたんだ。あ、京介くんだ。国見京介くん、しないよ。私、みんなのところ行ってくるね。でもね、そうしなくていいことになったの。びっくりだ。今日はもうそろそろ時間だよね。
陽がもうあとちょっとで沈みそう。今年の夏休みすっごい楽しかったよ。体が健康になってみんなと一緒に遊べるようになって本当によかった。撫でて。
お兄ちゃん、起きて。もう時間。起きないと遅刻するけど。わかった。5分だね。はい、たった。嘘じゃないってば。時計見てみる？本当に遅刻するよ。私知らないからね。だって5分とか言ってもそのまま熟睡しちゃうから。お兄ちゃんは嘘も方便だね。何？それじゃあ、早く下に降りてきてね。眠そうだね。うん、なんか眠い。トーリさん、いっつも眠そうだよね。寝る子は育つもんね。ほら、これ、これ。うわ、セクハラ。カズハちゃんももっと寝たらいいなりよ。おまけに失礼ですよ。いただきます。じゃあ行きましょうか。ご飯が足りないんじゃない？そんなことはないはずなんだけど。ま、元気がないようには見えないけどね。あ、そうだ、みんな。マージって聞いたことある？
お兄ちゃん。マージになんか手を出したらダメだよ。うん、お兄ちゃんは多分大丈夫だろうね。私もそう思う。ただね、心配なのは他のみんなのこと。もし困ったことが起こったりしたら、お兄ちゃんが助けてあげてね。おはようございます。おはよう。
システムデータをセーブしますか？セーブしました。